小瀬の金岡の絵にまつわる会議。小瀬の金岡は平安時代の宮廷画家、宇田天皇や藤原の元常に画祭を認められ、大和への様式を確立した人物と言われているが、作品は現存していない。そんな金岡の絵にまつわる話が残されている。仁那寺という寺に、 金岡が腕を振るって描いた見事な馬の絵があったという。この馬は夜ごとに絵から抜け出し、近辺の他の稲を食い荒らした。しばらくは何者の仕業かわからなかったが、ある時、絵の中の馬の足が泥に濡れていることに人々が気づき、絵の中の馬の目をくり抜いたところ、 それから他を荒らされることがなくなったのだという。